こんにちは、ゆきななです。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。しらっと新年の挨拶をして始めてます。あのね、今年の干支は寅年、私は寅年です。そうです、還暦の女です。還暦ね、待ってました。待ちに待ってました。その理由はね、ブログでも書いてますけども、還暦は歴が一回りするっていうことですね。60年で最初の水の絵の虎、今年ね、水の絵の虎です。水の絵というのは、詳しいことはやめときます。そんな感じでね、私の年です。60歳、待ちに待ってました。運勢がね、切り替わってね、また生まれ変わったような気持ちでね、やっていきたいと思います。で、老いたちとかね、生まれ持った性格とかね、今までで培った性格とかね、そんなん全部なしにして、新たな自分を作り上げていきたいなと思います。こんな感じでね、めっちゃなんか暗い部分と明るい部分があるんですけれども、その明るい部分だけに切り替えてね、ケセラセラとやっていきたいなと思ってます。自分と気が合うね、すごく楽しくて明るい人たちだけを周りにね、集めて、そんな風にして楽しいだけの人生にしていきたいなと思います。泣いても笑ってもあとね、10年20年30年ぐらいしか生きられないと思うのでね、自分をネガティブにすることは一切排除していきたいなと思ってます。このね、手作りアイロンマット、ご注文いただいた方、あとね7つあります。7名様買ってもらってませんのでね、もしあれでしたら、ミンネの方からお買い上げください。今日はね、年始め第1弾ですね。なので、めちゃくちゃ手抜きな何かを作りたいなと思います。いちごの柄ね、好きなんでしょうね、私。こんなに集めてます。これをね、どうしよう、お話の動画になってしまいそうですけども、どうしよう。本当は作品と一緒に作りたかったんですけども、新年のご挨拶だけで動画出そうかな。もう10日ですよね。孫たちが来てね、娘ですね。今年何歳なんだ、蛇年ですね。32か3になる娘とその孫たち、男の子2人ね。ブログにも書いてますけども、てんやわんやの1週間でした。で、その間も動画も、止めてました。ベースとミネの方からは何点か買っていただいてありがとうございます。今年もね、どんどん自分の好きな布をね、セットにして販売していきたいなと思ってます。で、今年はYouTube 始めて2年目の年になるのでね、楽しんでやっていこうかなと思います。石の上にも3年ということで、3年間はねやりたかったんですね。もうすでに2年目にして、皆様のおかげでね、これからずっとやっていきたいなと思ってます。この YouTube の抱負としては、自由にね作っていけたらなと思ってます。いろいろと考えることが多くて、動画ストップしたりね、やっぱり基礎をやらないといけないのかなとか、そういうお声にお答えしないといけないかなと思って、悩んでね、動画を止めてたところもあったので、そういうのはもう全部なしにして、もう私が楽しい楽しい楽しい、これ作りたいあれ作りたいっていうものをね、どんどんね、数多く上げていけたらなと思います。その中でね、お役に立てる動画が1本でもあればいいかなという感じでやっていこうかなと思います。で、ブログもね、読んでくださってありがとうございます。ご登録者様がね、結構増えててびっくりしました。私あまり数字を見ないんですね。最近も特に数字苦手だから見ないんですよね。ブログもそんな感じで、もう赤裸々に伸びてます。それがね、好き嫌いあると思いますけれども、まあ嫌いな方はね、もう遠のけてくださっていいですし、お好きな方は読んでくださったらいいなと思って、このままでね、ブログも、自分の好きなように書いていきたいなと思ってます。で、私生活の方はどうかな。こんだけね、お仕事が楽しいなと思えるお仕事に出会ったのは初めてだし、このままね、本当にゆりかごから墓場までの墓場までやっていけたらいいなと思ってます。で、それがね、少しでもお仕事という風にしてね、メリハリがね、できたらいいなぁ思います。で、徳島生活も、1年、2年目に突入するのかな。で、少しずつね、方言もね、なんとか県って言うんですよね。県ってつけるとこ多いらしいですね。徳島もそうじゃ県とかね、方言のネイティブじゃないのわからないんですけども、そうじゃとかね、なんかいいんですよ。で、最初すごい違和感がありましたけど、今馴染んできてね、もうすぐで口から出そうになるんですよ。出してしまったらね、そのね、方言がなまってたりしたらね、恥ずかしいから言わないんですけど、うって出そうになります。そやけんって言いそうになる自分がいるのがすごい進歩やなと思います。
で今まで働いてきたお友達がね退職しますよってね、で旅行しようねとか言って声かかってわわわやっほやっほーってなってますね。で親友はすごい少ないですね。高校生の時の親友が一人とママ友一人、この二人かな。本当にね心から信頼できるのはまあいますよ、いっぱいお友達横のつながりいますけれども、本当に旅行したいなーっていっぱい時間を共有したいなと思うのはこの二人ですね。これびっくりなんですけどね、高校生の時の親友とママ友の親友はここでつながってたんです。それを知ったのは本当に数年前、初めて知ってびっくりしました。でこの二人も私がここの真ん中におるって知らなくて、というのも一人が保育士なんですよ、一人が美容師でね、美容師の友達の子供を保育園に預けてた保育園の先生が私の高校生の時の親友だったという偶然、すごいと思いませんか。やっぱりね世の中つながってるんやなと思いました。びっくりでしょう。だからこの3人とね旅行行きたいんですよね。楽しいやろなと思います。ルイは友を呼ぶで似てるんですよ。みんな仕事してきたしサバサバしてますね、男っぽいしで面白い、本音で語るみたいなね、そんなんが一番なんですよね。こんな感じで今年1年もおしゃべりしながらパッチワークしていきたいなと思ってます。今日はご挨拶だけの動画になりました。では今年もどうぞよろしくお願いいたします。